少年パキスタンの少年マダガスカルの少年少年は年も若い5歳から14歳までの世代を指す。特に女性の未成年者の場合は少女とも呼ぶが少年法と称されるように司法や社会通年上では性別を問わない。近年は競技において小学高校学年、中学生、高校生に相当する年齢の男性を指すこともある。 講義においては未成年とほぼ同じ意味で使われ、その場合は、入児や幼児をも含む。なお、漢文などの古典における、少年は、現代日本語より、やや対象年齢が高い、若者、青年のニュアンスに近く、老人に対して30歳前後ぐらいまでの、若年層を含む。各種の法律における、少年の定義は法律により異なる。法律においては、 少年という用語について様々な用法があり、代表的なものとして、児童福祉法第4条第3項の小学校修学の式から満18歳に達するまでのものや、少年法第2条第1項の20歳に満たないものという定義がある。また、教育や文化の分野では、独立行政法人国立少年自然の家法第3条など、 義務教育を受けている児童、生徒を指すこともある。なお、少年という用語は、男子、女子に関係なく用いるが、女子の少年を少女と表すこともある。条例においては18歳未満という意味で、青少年という用語も用いられる。また、人口統計学においては15歳未満のものを指し、総務省の人口統計においても15歳未満の人口を、 年少人口と定義している。さらに、少年法の関係法令においては、少年について、さらに次の種類を設けている。非公少年不良行為少年被害少年、養護少年、ありがとうございます。